姫路市内のバラ園で800種のバラが見ごろを迎え、訪れた人たちが色とりどりの花と香りを楽しんでいます。姫路市豊富町にある姫路バラ園は1977年の開園以来、春と秋の年2回のシーズンにオープンしていて、およそ800種類3500本のバラを鑑賞することができます。今年は秋の初めの気温が高く、例年よりも開花が早かったということで、黒バラと呼ばれる品種の一つブラックバッカラや、ややオレンジがかった鮮やかな黄色のラ・ドルチェビータなど、多くのバラが見ごろを迎えています。秋のバラは香りが濃厚で長く楽しめることが特徴だということで、訪れた人たちは園内をのんびり散策したり、写真に収めたりして楽しんでいました。バラは今月中旬ごろまで見ごろが続くということです。